あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝て起きたら香ばしい展開になってました。どうもふわっち風紀委員養部伊藤です。おじいやす。おじいやす。おじいやす。昨夜、モンジョリの周りのうんこ食いのゴミどもが酒でを飲みバカになり人様に迷惑をかけるといった失態、そのような配信者をふわっちで生んでしまい、まずは謝らせていただきたいと思っております。大変申し訳ございませんでした。いや、俺が大人だからね。俺が大人だから。ゴミどものね。やっぱ、ゴミどもって、謝れないでしょ。もうお前ら、うんこ食うのやめろよ。うんこ食うの。邪魔だから。で、それとともにね、駒井くんにお伝えください。おい駒井、ライバルから勝手にお前落ちたな。お疲れ。お前ナイス。3ヶ月4ヶ月剥奪だからな。いやー、負けるかと思ったよ。ほっとくだけで勝手にいなくなったな、お前。はい、お疲れ。なあ、いつもいつもよ、モンジョリのうんこ食いに行くつもりがよ、お前また目立とうとしてバカ相手にしてバンなったみたいだな。お前で本当に配信が下手くそだな。ほんと下手くそだな、お前は。だからおめえみてえなゴミクズはライバルにもなれねえんだよ。半日版の可能性があって。何日版だと思う？1日版じゃない。10個ありがとう、ラスコイ。1日版じゃない？多分。あ、花火ありがとう。君が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 いないとやってけない。今夜も君がトップワン。あれ、何時に喧嘩してたの？1日版でもう剥奪ですね。剥奪ですね。うん。2時ぐらい。まあ多分1日版じゃないかな。いや、山田頭こうやってピロンってひっぱたいたぐらいで1日版とか食らってたからね。オシャンティユキチは1週間版。おい、こまえ。おめえみてえな配信さ。俺、今まで、腐るほどやってきたけど、プラチナプラスなめんなよ。なあ、プラチナプラス。
養分伊藤さんは毎度セーフです。西成大乱闘から何から常にバンになってもおかしくないんだけど、セーフです。はい、全部セーフでした。ただあの山田とかオシャンティ諭吉とかはバンになってたけど、あ、だけどなんか俺なんかあのキャップ何定期的に抜いてある動画は見たんだよまあ誰が悪いかっつったら狛江が悪いよ。狛江が悪いと思うよ。うん、いや狛江が悪いよ。うん、あの前から俺言ってるけど、狛江ってあの狛江リスナーだけが受け入れてるだけで、あの結構狛江と会う人と会わない人って結構いるからね。俺前から言ってるでしょ、狛江って調子に乗るんだよ。でそれを理解した人はうまく付き合えるんだけど、あの仲良くなかったら多分怒るよ。例えば俺と天然と狛江で昔飯に食いに行ったじゃん、なんか鍋みたいな、あん時もすごかったでしょちょっと狛江も悪いよ。まあ、ゆめきも悪いんだけど、ちょっと狛江は配信してるとちょっと出しゃばりすぎる癖があるからちょっと怒るよ、人によっては。わかる。だからあの西成とか来た時も俺がみんなに紹介したんだから、わかる。俺らはいいんだけど他の人は怒るでしょ。だから仲良くしてるからちょっと仲良くしてあげてって俺がみんなに言ってたんよ。そういうところがあるから。そう、いや手を出して弓木が悪いっていうか、狛江も言い方考えたらよかったんじゃない。そりゃ揉めるような言い方したら酒飲んでる相手なら喧嘩なるよ。喧嘩なる。ただまあ狛江も、まあ俺は狛江さバス乗ってる時から俺の枠にコメント打ってたんだよね。あのジョリーズバスが発車した時に狛江俺の枠にコメント打ってたんだよ。あのアウェイすぎて あのどうしようってつまらないぐらいのこと俺にコメント打ってた。狛江アウェイの中ついてってバンになるってお前バカお前ほんとバカだね。お前ほんとお前バカだよねうんこばっか食いに行ってっからな、本当のお前がうんこになっちまうんだよ、このバカが。バカだよ。うんこの食あたりで食中毒だよ。ガラスの弁償はどうするって、どうするのって、どうするってみんなで払ったらいいんじゃないの。うん、弁償はしないと。弁償つうかもう旅館止めてもらえないだろうね。止めてもらえないだろうね。だってあんな夜中にお誕生日おめでとうぐらいまで支配人まで来てやってくれたのにあんだけ大乱闘したらそりゃもういい印象はないだろうね。あんな業務外の仕事までさせられてえ、支配人はモンジョリリスナーって
モンジョリリスナーなの。いや、モンジョリリスナーが払ったらいいんじゃね。つつか、あの、他に客いるんだから外でやれよかったのにね。だって俺らもお店で大乱闘になったらとりあえず外行ってもみくちゃになるけどね。で、あ、貸し切りなんだ。あ、じゃあ貸し切りならいいんじゃない。貸し切りだったら、貸し切りだったらいいんじゃないの。だったら夜中騒いでもいいと思うわ。で、もうゆめきはね、ゆめき、おゆめき、そんな酒でよ、あだこだやりてえならよ、大阪来いよ。最高の舞台、最高のメンバー、俺が用意してやるよ。どんだけ暴れてもね、次の日にあだこだならない。ただあの、どうなっても責任は取れないっていう最高の飲み会、俺が用意してやるよ。メンバーはいつもの西成メンバー、いつもの西成メンバー。過去何人の人間が服が破かれ、何人の一般人がね、喧嘩に乱入してきてってな。あ、そういう飲み会やりてえなら俺が舞台はセッティングしてやるよ。あるからちょうどややこしい組いっぱい。リカちゃんのお店の時も養分は冷静に外に誘導したもんな。ちょっと待って、ちょっと待って、リカちゃんじゃない、カリちゃん。花火ありがとう、 Thank you、 ラスガイ。リカちゃんじゃないです、めちゃくちゃ可愛くなってるけど。あ、カリちゃんです。モンジョリももうさ、ゴミ引き連れてやるとやめたらいいんじゃない。ただ俺ね、なんかね、一つね、ありがとう花火、ラスカイ、あのね、一つあるんだけど、これはもしかしたら黒幕がいるんじゃねえのかなって、これ一つの考察なんだけど、黒幕がいるんじゃねえのかなって。黒幕は藤沢奈々。この展開誰が考えても一番美味しいのは藤沢奈々だよなって思って、俺もう確実にもうめちゃくちゃ美味しいなと思ってるでしょ。話題にもつながるし、おそらくこの後こんなことが起こるだろうなぁなんて思ってニコニコしてたんじゃねえのかなって、もう確実に喜ぶ人間が藤沢奈々なんだよね。泣き声までしてた。つかなんかね、違う、なんかあれね、あのね、モンジョリリスナーも俺悪いと思うんだよね。俺誕生日から見てたんだよね。いや、見てたんだけど、あの、ゆめきにだけ当たりが強いから、それはゆめきもストレス溜まるよ。でね、なんかね、あの、麦わらのレイくんだかっていう人は、あの人はちょっと友達思いのいい人なのかなとも思うよ。なんかずっとゆめき書かれてて、お前らコメントでうるせえよぐらいなんか言ったんだよ一回。そりゃなんかちょっとストレスは溜まるよ。お祝いに来てあんだけずーっと枠で悪口ばっか書かれてたら悪酔いもするよ。ましてやね、狛江みたいな小僧に文句言われたら、
お前もちょっと無駄に出しゃばりすぎたんじゃない？あのね、夢樹もうるせえけど狛江もうるさいからね、声の大きさは変わんないから二人とも変わんないからね。ただなんかあの主役が誰かっていうのを考えた方がいいよね。まあ数々の配信者たちの誕生日会で酒飲んで悪態ついてる俺が言えたことじゃないですけどね、すいません。次回は僕もお祝いしたいかなと思います。エース、まあそうなんですけどね、はい、大乱闘スマッシュブラザーズと一緒だから、だからこまえちょっともったいないね。半日バンとかだったらセーフだけど、1日バンだったらもうバンになるから、もう取られちゃうからね。ポルポの髪の毛むしったんは許せん。3ヶ月じゃないんじゃない？今日だって何日？今日11月だよね。11月の5日とかでしょ。ってことはもう月をまたいでるから11、12、1、2月じゃない？復活すんの。ナイス復活は多分2月かな。2月。1日版もらうんじゃないの。3月から、あ、11月、ん、11月、12、1、2、ん、11月4日、今月3月1、2、3、3月か、3月かな、3か2じゃない。ゆめきのこと首絞めたやつ、あ、そんな人もいるの。なんか3人くらいバンらしいよ。3人、こよ、ゆめき、こまい。なんでこまいとかバンなの？あれ何？枠つけてたの？あ、つけてたんだ。あ、そりゃバンだね。バンだね。あ、ほんじゃペナルティーだ、みんな。あ、閲覧あったからつけてたんだ。なんで首絞めたタクマはバンにならないのよ、おかしいって。運営もタクマって誰だろうってなったんじゃない？アイテムも飛んでないし、いつも配信にあんま出てくることないから、だ、誰だろうって、この人ツイキャスの人かなみたいな。運営も認知してなかったんじゃない？誰だろうねこの人って、タクマ、あ、ツイキャスかなみたいな、なったんじゃない？なったんじゃない？コマドンされたところ映ってた。モンジョリリスナーなんとかならねえの？ダスー、ダスーは何してたの？ダスダスー、ちなみにダッスーは金映えグループだから。あ、寝てたの？ダッスーダッスー寝てたの？ダッスー寝てたんだ。あ、そうなんだ。
脱水起きなかったの、あんなうるせえ中。あ、脱水だけ絶好調だったんだ。危険予知能力持ってた。寝たふりは賢い。一番まあ一番おいしいのはモンジョリだろうな。まあいいんじゃない、モンジョリの誕生日なんてハプニングがあった方が。まあ弁償だけしたらいいんじゃない。だってあそこにいる配信者なんかみんなね、毎月100万以上稼ぐ配信者じゃん。男気じゃんけんしたらいいじゃん。男気じゃんけん。いや俺ちょっと郵便局行ってパーカー送らないと。あそこ全員だって100万以上稼ぐ配信者ばっかでしょ。こんな2、30万とか10万円とか払ってきたらいいのに。金ある配信者たちなんだから。養分が男気で払っちゃうって、なんでうんこのうんこの金俺払うの。払うわけねえだろ。俺だったらああいうね、ゴミみたいな配信者引き連れねえもん。ゴミはゴミでも使えるゴミしか連れて歩かないもん俺。いらないもんね、ゴミ配信者って。役に立たねえから、いらないもん、何の役にも立たないゴミ配信者。だから俺モンジョリに言ってんだよいつも、ゴミばっか引き連れるなって、役に立たねえんだからって。これでゆめきはまた同情リスナー増えるんか。いや増えねえんじゃねえ。あのゆめき結構アンチ多いでしょ。アンチ、増えないと思うよ。なんか、いや今さら増えないと思う。今ですら多いんだから、あんま増えないと思うね。どっちかっつったらなんか狛江リスナーが騒ぐんじゃない。狛江くんかわいそう、狛江くんって。何もかわいそうじゃねえだろ。何が狛江かわいそうだよなあ。偉くなったきりいいんじゃねえぞ狛江。おめえだからおめえ誕生日にもな、政治に説教されんだよ。なあ、あ、政治触ったんだよ。なあ、普段からよ、ああだこうだ言ってっから、このバカかよ。目はおとなしくよ、灰皿移してよ、配信してたらいいんだよ。PTA 集会であれ、全員かわいそうじゃねえよ。ちょっと一回聞くわ、どれぐらいアンチが多いのかね。ちょっと335スタートだね。ゆめき嫌いな人ナイス押してください。これまさかすごいことならないよね。ねえ、ゆめき嫌いな人ナイス押してください。うっしー、こんなに50、35だから、うん、335スタートだよ。うそー、うわー、マジで、うわー、マジで、もう200、
マジかよ、これ200ぐらい。マジで、うわーすごいわ。205335スタートだったもんね。205、じゃあ聞きます。545スタート。狛江嫌いな人ナイスお願いします。ゆめきは200だった。200。狛江はどうなんだろう。545スタート嫌われも、うわ結構増えるな。もう50ぐらい増えてんじゃん。今40ぐらい増えてるでしょ。そうでしょ。うそ。うそでしょ。マジで。もういいよ。じゃああれにしようか。もうモンジョリの周りについてるね、あそこのゴミまとめて全員嫌いだなという思う人、もういらないな、あの人たちは正直言って。ナナちゃん一人でバンジー飛んでほしいなって思う人、ナイスお願いします。これはすごいと思うよ。600スタート、これはすごいと思う。もうナナちゃん一人で私はバンジー飛んでほしいなっていう人。40? 嘘。これが一番伸びないとやっぱおかしいんだけどね。嘘でしょ。50。もっといるよね、モンジョリリスナーさんね。えもっともっといるよね。ナナちゃん一人でバンジー飛んでほしいなっていう人、ナイスお願いします。嘘でしょ。嘘。マジで。あんま伸びないね。押せよさっさと言え。なあ、狛江に押してるやつは取り消して俺に押すんだよ。なあ、ポルポンとかあとその他のゴミなんかナイスも何もいらねえんだよ。わかるか。もう狛江さんはもう脱落したんだよ。わかるか。もう狛江は脱落したんだよ。もう脱落ね、脱落したんですよ、この戦いから。黙って家でね、あのシティハンターの歌歌っときゃよかったんだよ。携帯代って。そこにさらにヤッチョが合流しようとバンジー向かってる。カオスやん。たくまくんはね、俺ねあんま見てないからわかんないんだよね。あのメンバーの中で唯一ほとんど知らないなっていうのを、たくまと麦わらのレイくん、あと誰かいたっけ。あそこら辺はもう俺絡みないからね。たくまも絡みないし、麦わらのレイくんっていうのも絡みないし、山ちゃんっていう人は会ったことないんじゃない。ないんじゃねえ、山ちゃんって。俺会ったことあるっけ。なんかね、あのダッスグループってみんな顔似てんだよ。なんかクラウンくんみたいな名前の人もいるっしょ。なんかあのみんななんか似た人が多くてね、わけがわかんないよね。お正月モンジョリの家にいた？俺会ったことあんのかな。コヨくんがちょっと見るよ。俺コヨくん嫌いやで。オールナイトも来てた？俺喋ってないでしょ。ダッスーは俺ん家にも泊まってたことあるからね。
ユミキも嫌いっていうかほとんど絡まないね。あそこにいるの俺が絡んでんの脱数と狛江ぐらいだね。あのメンバーで、あとは絡みたいなと思う人がいないね。悪いけどいないね。ゴミ配信者しかいないから。俺らやボランティアみたいなのやらないからね。ダルクでもなんでもないからね。更生施設とかゴミと絡む価値がない。ゴミと絡む価値、ただでさえうち変なのしかいないんだから。チームに絡む人がいないからね、あの辺。あ、ポルポ、いないね。昨日配信タイガースはどうでした？盛り上がってたよ。うんこしたい。ファンになって行き先を失ったナイスはいかがいたしましょうですか。うちに教えてください。うちに教えてくださいね。はい、よろしくお願いします。ちょっとお腹痛いわ、腹痛い、ちょっとうんこしたいわ。だからモンジュリは誰でも受け入れすぎなんだよ。しかもなんかネームバリューないやつ。少しはなんか自分にとってプラスになるゴミを連れた方がいいよね。いや俺前から言ってんだよ、もうゴミばっか連れて歩くなんて。もうゴミなんかいらねえからやめろって、選べって言ってんのに。前から言ってんだけどね、使えるゴミにしたらいいのに。ポルポン髪の毛20切られてる。例えばというかもいらないじゃん、モンジョリって。モンジョリはネームバリューあるんだから、あのなんか有名どころだけでいいと思うけど。意味のない人と絡まなくていいと思う。若い男が好きすぎる。ちょっと俺、うんこしてきていい？ちょっと大事な話してる最中なんだけど、ちょっとうんこ漏れそう。ちょっとあのみんなで、お前らチームだから、あ、ナイスナイスってやっといて。ちょっとすいません、うんこしてきます。
お待たせカツカレー見てましたよ。みんなにごめんなさいでいいじゃん。で、あとは飛んで帰りますでいいんだよ。おい、おめえいつでも涙流せるからってよ、調子こいてよ、泣いてくるか今度は。どこまでもどこまでもよ、どこまでもよ、配信のネタにして。そうでしょ、まずは謝罪でない、それも一言もないじゃん。ふざけてんじゃねえぞこの野郎。一言謝罪すればいいじゃん。みんなにもそう、見てる人たちもそう。で、なんでそうやってさ、言い訳ばっか言ってさ、逃げようとすんの。そうだから言われんだよ、また夢きは夢きはってさ。じゃあ締めて。私だって本当はみんなの輪に入って毎日飛びたかった。なんで付き合い長いのにモンジョリ忘年会も呼ばれなくなって誕生日会も呼ばれないの。俺が一番仲が長いじゃない。忘年会で暴れたからなんでなの。どうしてなの？私が何したの？いや、居づらくさしてる自分だよ。なんでなの？自分自身で居づらくさしてるね。どうしてなの？あなたが変わるセカンドカード。ねえ。自分でそのセカンドを作ってるだけ。なんでなの？それこそね。頑固なとこ。素直になれないとこ。お腹が痛いよ、もう。素直な気持ちは何なんだよ。ここでなんか夢気が逆切れ起こしてモンジョリぶん殴るぐらいしてほしい。もう夢気が土地狂ったようにブチ切れて、まさかの藤沢奈々にパンチくれるぐらいのそこまで言ってほしい。いや、いるんだよ、お前ら知らないでしょ。過去に酒飲み配信者で泥酔して藤沢奈々にブチ切れて髪の毛をね掴んだ配信者は誰だ。いるんだよ過去に。ね、あ、正解、新也くん正解。過去に新也くんが泥酔して藤沢奈々の髪の毛掴んでブチ切れたっていうあの伝説の回があるんだよ。前髪をあのむしり取ったっていうあるんだよ。で、この軍曹と新也くんとかが揉めてとか、なんかあの大乱闘が起きたのがあるんだよ。これなんであの他の配信者はなんでいないのここに。みんな部屋とかにいるってこと？まだ寝てるの？あ、寝てるんだ。あ、寝てるんだ。狛江も寝てんの？睡眠不足で、ぶっちゃけ飛べるか飛べないかするときは、迷惑はもう散々かけて、そんなもうどうでもいいの。狛江が起きてきた？どこにいるの？謝罪。謝っちゃいいけど、みんなちゃんと謝った方がいいと思うよ。狛江にちょっと電話するか。狛江外、外は外で誰か配信ついてんのこれ。ごめんなさい、ちゃんと謝ろう。ごめんなさい、ちゃんと謝ろう。夢気だけ謝らされるっていうねみんな夢気には当たり強いな。もう飛ん
せいか、まあ自分はお酒飲んだりして、ゆめきだけが謝るよね。なんで当たり前なの？男同士みんな暴れてたのに。だったら狛江とかも謝んないと。俺も煽りすぎたわごめんとか。そりゃこん中で一人だけ謝らされたら、ゆめきだって納得いかないやんな。だって俺らだって揉めた時ね、みんな誰が悪いなんて責めないでしょ。みんな昨日謝ってた。なんで枠では一人だけ謝らされるの？なんでなの？あ、ゆめきだけ謝らされなかったの？ゆめきだけ謝んなかったの？けどやっぱなんかね、モンジョリが配信者だなって思うときはね、やっぱりいかなるときもあのちゃんとコメント欄出してこうやってコメント見ながらあのやってるところが、あ、やっぱ配信者だなと思う。常にコメント欄はこうやって気にしてんのよ、こうやって見てそれいかなるときも普通こういうさときとかコメントとか見ないじゃんね、コメントとか絶対コメントをポッと置いてこうやって見てんだよ。あ、今だ今だ今だって。女優だから回収しに来てる。うわ、美味しいな。嘘泣きカマゴリラがよ、ガラス15,000円。15,000円なの？俺ホテルのテレビぶっ壊した時30,000円取られたよ。30,000円。俺ホテルのテレビあのぶち壊した時30,000円取られた。30,000円。ホテル代8,000円なのに。テレビは30,000円払って、38,000円払った。東横インで。何オカマがおめえ飛んでて行って、お願い夢聞く飛ぶって言ってって、おめえ何のドラマの見すぎじゃんお前。なあ。そういうのは美人な女優が言うから絵になんだよ。汚ねえオカマがよ。何がお前飛んでていて、ホラー映画かよ。ホラー映画かい。なんだこの茶番。オチなんかあるわけねえだろこれ。今度ゆめきが飛ぶ。本当みんなゆめきくんが飛ぶって言ってくれたよ。もうみんな仲良くしましょうっつって、でもう一匹のうんこ食いいるだろ、キノコのうんこ食いが。まあまあ、まあ、とりあえずみんな仲良くしたんだから今日はナナさんのために皆さんで頑張って飛びましょうなんて横で言って、家に帰ったらこれだよ。みんなの光が我にあり、ズームイン。ずっとこうやるの、あの毒キノコ。毒キノコ、毒キノコ、毒キノコ、毒キノコ。このキノコも刈り取ってやんねえといけねえからよ。なあ、
このキノコもよなあ、このマジックマッシュルームも俺が刈り取ったるからよ、覚えとけよこの野郎、気に食わねえやついっぺいっからよ、分かったか。あ、バブルバルーンありがとうございました、ありがとうございます。なあこのクソキノコもよ、邪魔なやつ多いからよ、一掃してやるからよ。なあこのクソキノコ、うんこ食っていいのは俺だけなんだよ、だから使用料を俺に払えって毎回言ってんだよ、一人3万ずつ、わかったか。あ、盛り上げ猫さんありがとう、ラスコイ。パイロットなぜ不参加なの、誰、機長、機長なぜ不参加なのって俺に言われても俺だってわかんないよね、俺だって、いや俺だって知らないよね、なんで機長は不参加なのなんて、そんなの機長に聞いてくんない、俺もちょっと知らないですね。あ、ありがとうございます、ナイス、皆さんありがとうございます。去年のメンバーって誰なの、なんか毎回なんか藤沢のバンジーって新八丁がなぜかそこに行って、なぜか新八丁も飛ぶっていうところまでしか分かんないんだよね。そこまでしか分かんないんだよね。新八丁向かってる、あ、こんにちは。モンジュリはなんで泣いてるのって、自爆でやれないから、なんでこんな時に限ってダッスーの枠なのよって、私の枠だったらもう2万人超えてんのよって、そこで泣いてる藤沢奈々。ねえお誕生日プレゼントも飛ぶしアイテムはいっぱい飛ぶのに、なんでダッスーなので、私が涙を流せば20万も30万も飛ぶのよみたいな、多分ここで泣いてんだと思う。なあほんと心の汚いおかまだなてめえ、どこまでもどこまでもよ、銭ゲバになりやがってよてめえよ、ふざけんじゃねえよ、おめえの誕生日によ、のんけがみんな集まってくれたんだから、てめえが旅館代から全部払ってやるんだよ。あ、わざわざ私のような人間のためにお誕生日に来ていただいてありがとうございますって。今日一日は皆様ね、言いたくないこともたくさんある中、ね、我慢して私の誕生日祝っていただいてありがとうございます。どうぞ、ね、皆様ごゆっくりしてくださいって。やるんだよ藤沢奈々が。え、全部払ってるらしいよ。モンジョリが払ってるの、なんで俺には毎回払わないの、嘘、マジで、マジで？なんで毎回俺にはかたくなにおごらないの？嘘！こないだのガメラとかでもそうじゃん。あれもしかしてあれ？俺みたいな男は金を払わなくても自分からやってくると思って安く見られてるってこと？そういうこと？扱いは小物以下ってこと？もしかして。だって皆さんじゃあご招待しますんで、で、俺の時はあなたが払ってください。私は出たくない枠に出るのでっていうこと？そういうこと？
そういうことだったの。キンバエと同じやり方よって。うっそ。なんで金づるって、オカマの金づるってこと？我々みたいなタイプは。いただき女子になってるってこと？いただきオカマに。いただきオカマ、ナナちゃん。これ被害届出したら、もんじょり捕まるんじゃないの？今流行りのいただきオカマみたいな。なんだ？先生。どうした？お前頭どうした？頭丸めてきました。いや丸めていいなんか言ってないよな俺。え？何お前勝手に丸めてんの？どうする予定だったんです？いや次モヒカンが良かったけど。モヒカン？ああ、いやあのここがなくなってここだけ残して。じゃあ最初パンダにしたんですよ。なんでパンダでいないんだ。いや、あの、自分でやったら失敗しちゃった。ん？何やってんのお前。失敗しちゃったんですよ。で、どうしたんだよ。一応ね、頭丸めましたの報告です。まあ報告以前にお前、あのゴミ拾いながらお前100キロ徒歩旅どうなってんの。いや、それがちょっとロビさんの仕事が始まっちゃって。で、いつやんの。だからちょっと隙を見てやろうと思いますよ。なあ、100キロ徒歩旅ゴミ拾い、お前やらないつもりじゃねえよな。いや、まさか。やりますよ、やりますよ。お前さ、ちゃんとやれよ。やりますよ。なあ、イカさんもお前電波がないとかつって電車とか車とか乗らない。そんなこすいことしないんで。本当か。そんなこすお前何もう毎日仕事なの。いや毎日ではないですけど、ただいや100キロ旅やるんだったら最低でも3日いるじゃないですか。うん、まあ普通に考えたら。お前もう今からモンジョリのところ行って、誰だよナナちゃん泣かせてんのっつってブチ切れてこい。名前言ってこいよ。岐阜まで行って岐阜番地行ってじゃあの、あのね、行きたいところなんですけど。何？俺、岐阜バンジー体重オーバーで飛べないんですよね、行ったとて。飛ばなくていいから、枠つけて行って、おめえ舐めてんじゃねえぞ、おめえらって、ナナさんに何やってんだよって、ぶち切れて。え？人は流れてくるぞ。止めてくるか。ああ、もう止めてこいって。で、ゆめきを、深しいもの車に詰め込んでね、あのどっかに出荷してこいって。秀間町まで連れてきますか。ダメだ、あいつバンだったわ。ダメだ、バンだわ。出荷するってなってもツイキャスになるわ。バンわ。そうだわ、今月あれだから、お誕生日会あるから来る。カリちゃんの。あ、行きます。行く予定。あ、ほんと。まあなんかどっかで日付決めたらいいわ。あ、わかりました。前もって行った方がいいでしょ。まあある程度は。うん、まあなんかなったら連絡する。すいません、お願いします。あ、頑張れよ。はい、前になった。これ狛江の服が俺のギャンブラーだわ。ギャンブラー、俺の自社ブランドギャンブラー。何そのパーカーかっこいいってみんなコメント言ってきてよ。うわすごいかっこいいパーカー、それどこのハイブランドのパーカー、セリーヌみたいな。え、ギャンブラー。え、ゆめきは結局飛ぶの？飛ぶのこれ？
結局。赤くなってるって、おいお前、お前大したことねえだろ。俺らの飲み会どんなのか見せたろか、お前。こないだの飲み会でおい、ちょっと赤くなったぐらいで、こいつ何言ってんの、ほんま。なんかとことんふざけてるよね。どれだっけ、お前は、なんてふざけたやつなんだ、こいつ。あ、どこ行った？お前、こまいなんか、お前、序の口や、お前、これ。俺らの飲み会の次の日こんなだぞ、お前。こんな。これここだけじゃないからね、これ。ここだけじゃないからね。全身真っ青になってる。全身真っ青。動物も一匹暴れてるからね。動物も一匹。ふざけやがってよ。ふざけんじゃねえぞこの野郎。今の養分があざになりやすいとかじゃないから、これどうしよう。ギャンブラー流行ったら、あ、おはようございます、おパールありがとう、ラフコイ、狛江より夢気を詰めろよって。なんで夢気だけ詰められるの。なんか麦わらのレイ君って子がアカウント、何、あの、昨日の録画を非公開にしてんだって。それを録画公開してみんなに見てもらえばいいんだよ。そしたらなんか多分その流れっていうのが全部わかるわけでしょ。この人たちからね、どういう風になってトラブルになってっていうのが、そんな煽ってるところも映ってるわけじゃん。いや、そこもちゃんと見せるべきだよ。それを見た上で、夢気が悪いんだったら、夢気が悪いって言えばいいし。ね。だ、どっちもどっちだっていう人は、どっちもどっちだと思うし。ね。狛江が悪いっていう人は、狛江が悪いにもなると思うし、うん。それはやっぱずるいと思うけどね。うん、ただ、まあ、男と男のトラブルだから、まあまあ、正直リスナーが裁くことじゃないけどね。大の男が7人8人集まって酒なんか飲んでたらトラブル起きんだよ。なんでトラブル起きるかってわかる？酒飲んでるからトラブル起きんのよ。酔っ払ってるから。シラフだったら揉めないでしょ。酒を飲んでるから揉めるんだから。そういうことだと思うけどね。いや、俺らはだって酒飲んでてトラブルになっても次の日持ち越さないもん、こういう風に。まあまあいいんじゃないみたいな。別に俺らみんな誰も気にしてないから気にしなくていいよみたいな感じやもん。これもう水飲める？飲めない？もう腐ってるこれ。そもそもこの人たちっていつなの、バンジー飛ぶの。昼過ぎ？
13時半、あと2時間くらいなんだ。先生今日何するのって、一回郵便局行って、俺リスナーさんにパーカー送るわ今日、忘れる前に。で郵便局行って、その届いてる荷物受け取って、それも夜分岐阜行こうよって。ちょっと行かないですね今日、こもりナイトもあるんで。あの人たちみたいに何もない人じゃないんだよね、せがれいるんで。せがれ、よかったなその小物たちで閲覧増えてて。いや俺が扱うから人増えてんだよ、わかる？これを言うのがやっても意味がないんだよ、わかる？お前分かってんの？おいそこのお前、分かってねえよなお前よ、ゴミクズだよ。ほんとゴミクズだよね。なあ働けにいと、なあこんな平日の朝からよ配信見てねえで働けよニート、おいニート、働いてこい、働いて。ケーキ、あとここ刺さったやつ、あとなんて、あの顔面ケーキは気をつけた方がいい、中に金具があるから。あ今日休みっすか、じゃあ ゆっくり休んでください。ニート何人だこことかじゃねえから、モンジョリの枠なんか1万8000人のニートが集まってんだよ、1万8000人のニートが集まってんだよ。もう規模が違うよね、一つの村だよ、一つの村、1万8000人のニートが集まる枠なんだから、すごいで。ちょマジで何やってんだろうねこの1万8000人の人たちって。無職なの？こんな朝から1万8000人。いい身分だよな。俺が言えることじゃないけど。いい身分だよ。何して生きてるんだろう、収入とか。その中に生ポは何人？いっぱいいるんじゃない？いっぱい。養分ニートって、いや俺フリーターっすね、働く意思はあるんで。フリーターっす、ニートじゃないっすね、フリーターっすね、フリーター、フリーターっす。いや俺フリーターだから、ニートじゃないから、ニートじゃないから。ニートも働いてる、何？ニートも働いてるちゃうかった。ニートって働いてるわけねえだろ、ニートって。おめえらみてえなのニートっつんだよ。分かってんのかよ。分かってんの？昼から雨？あの場に養分いたらどうしてた？あの場に俺がいたら？ニコ生つけてたね。まあツイキャスだから全部映してたね俺だったら、ツイキャス、それかニコ生、映してた。大乱闘とかってタイトルで映してたね。せっかく規制取れたら守って、確かにちょっと年末まではおとなしくツイキャスやらないといけないから。養分がいたらユメキかばってあげてたね。いやかばいもしないけど、人のトラブルはめんどくさいんだよ、自分がトラブルを起こした時はめんどくさくないんだよ、わかる？
めんどくさいのって、あの止める人たちがめんどくさいんだよ、トラブルって。追っ始めるやつらはめんどくさくないんだよ、もう熱くなってるから。止める人間たちがめんどくさいんだよ。またかよ、おい、やめろやめろやめろみたいな。で、止めてるうちに今度止めてる人と止めてる人がトラブったりするんだよ。今度は新しい火がつくんだよ、新しい火が。もうどん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 ね、いっぱい揉めてくるんだよ。これわかるでしょ。最初は2人で喧嘩だったんだよ。次止めてる同士で喧嘩なったりとか、ギャーってなるんだよ。ダメだ、保護確保って。そういう風になるんだよね。そう、でまさかの、あのずっと止めてた人が保護されるっていう悲しい結末になるんだよね。早くパーカー送れば。そうっすね。じゃあ行きますか。すいませんね。じゃあ行きます。ちょっと一回、ちょっと申し訳ないっすね。あれあれ、あった。ほんじゃちょっとちょっくらよ、一回行こうか。お前らちょっとパーカー出しによ。あ、今日月曜日やんけ。